「丹波で暮らそう」田ん波で暮らそうは丹波に住む素敵な人をお迎えして田舎暮らしについて本音で話す番組です。この番組は虎鉄が本日は丹波市日上町にございます大江道夫さんのご自宅へお邪魔しております。大江さんこんんここににちはこんにちはは よよろろししししくくおお願願いいいいたたまます、はい、えー、早速でございますがあの大江さん、えーはい、こちら氷上町の方にねお住まいということですがこれいつからこの家に住んではるんですかえっとですね、はい、要は高校までは地元の高校を卒業して40年に、はい、昭和40年にそれから40年から、はいえー、42年まで、はい、42年間社会人で、はい、全国 族で最初は姫路、それから福知山、相模原、水戸、大阪、徳島、神戸でジーエンズということで42年間勤めて地元に帰ってきて。ほこれ結構 5年とか10年ぐらいのスパンでで,転勤ですねあ全国全国ツアーをほんならいろいろあっちゃこっちゃ行っとってやからいろんなとこに住まわれてそうです、えー、れれほとんどシャツ屋ですね。 釈や釈やで、はい。でもう子供も福知山で一人目、はい。で相模屋で一人目、ええ。三島で一人目て、はで行くたびに子供作ってました。ああ、ほなもうちょっとお手軽はずなんですけど、はい。もうこの遅延ですか。そうです。そういうことです。あ、そうですか。ええ、ほんなもうお子さんもねお。 いでもう一番上の長女が貝原で、はいえー、あの生活してますあそしたらもうね目の前ですね。すぐ近くなのでね、はい、あと二、はい、人目の女の子がまあ、えー、東京で美容あの、えー、看護師やってますうん。から、はいえー、3人目がようやく男ができましてはい 今大阪でプー太郎してます、はい、あそうですかそ <laughs> そんな感じれではね各地いろいろとね転勤されてますので、はい、それぞれ土地土地のですねいろんないいものやらおいしいものやら面白いものやらいろんなものを見てこられたと思いますが、はいはい、あのー、パッと一番最初姫路はまあ同じ県内ですね。ああのー、まあ ページョンあるとこと。そうですね。まだ新幹線が来てないという。あらだいぶええ本間ですか。あまじですよ。はい。はあこんなまあ新大阪から向こう向こう向けというか。そうそう。今から開発中という。へえ。で途中でちょうどね岡山まで開通したという。はい。感じですね。あその頃の話ですか。はい。どえらい昔ですね。いやいやいやねえ。それから福知山はまだすぐ近くじゃないですか。そうですね。今度は福知山に。 帰ってきたことその時やったらまあね氷上町から帰えことないけどねで先輩からね転勤族するとその女性を捕まえるのはね遠くのを捕まえたらね両方に行かないかんからね大変だからできたらね今度福知山行くからそこで女を見つけろって何でまだんなそんな商品じゃありませんそんな先輩がいましてね でかげさまで福知山まで結婚させてもらって、はい。で結さんは焼くのです。あ、本ならまあそうなん高ございます。近もう最高です。いやいやねあのそうですか。はい。えそれからまだどんどんねあっちゃこっちさん行く。一番遠いとこといですあなるほど。みとといえばなんとなくこっちから行くと水戸納豆そうですね。水戸黄門さんの。 まあね向こうの方行ってもいろいろ面白いもんもあったらだけどまあだいぶ昔の話でしょうからね,も忘れてますねで食べ物がね、はい、味が違いますうんで関西はうどんでしょ、はい、でもう向こう行ったらおそばですからああ江戸はそばの文化でございますねだからもう新幹線で帰って大阪の駅で、ねはい、うどんが食べたくてお<ー>もうそれだけ覚えてますね、はい えー、向こうはうはどいや、ないということはね、はどっちかでもそばそばそばなんです、うん、はあ、確かにね、まあ、そんな感じはしますよね。それからまたあの、四国の方も行かれたんですかね。そうですね、大阪の後、えー、四国最後。これ、四国はうどんが多い,ういうそうですね、徳島ですから。<laughs> もううどんのでしたねだからもう安いうどんがね150円で自分でね湯がいたりだからネギをね刻んだりした感じであそれね今でもね行ってそうですね美味しいとこでございますけどねだから阿波おどりがね徳島は有名でしたからもうあれにもみんな酔いましたねああやっぱりその時期はね 聞いたってもう終わった翌日から来年の練習です、はい、あそうかやっぱり祭りの盛大なところってそうですよねもう翌日からその公園で各連隊、はいはい、がね、えー、集まって準備したり,したりその催し物の歌詞を出すところやらね<き>そうですね本番4日のために残り三百何日ね、うん、土日練習です ああ足腰が鍛えられそうな感じはしますね。あれ聞くとね、うん、すごい。あでやっぱりそっち行かれたらやっぱりそのね会社から出しじゃない、ね、グループなんとかレってくいうことで,、ね、ですレーンがね、うん、だけどもうその,その後僕たち行った時はもうそのやる人が少なくて、うん、もうレーンには参加してなかったです、ね、あそうですか、はいはい、あまあでもすごい人ですからね。そうですへ あのー、やっぱり生まれたとこが良いということで大将君はもうこちらの方へ戻ってくる予定で,でもう最後神戸が役職交代で、はい、2>, 2年間は60から、うん、2>, 2年間おったんです同じ会社にね<ー>ほんで本当と3年おれたんですけどねほん、はい、でまあもう家も建ててましたから、うん、だからこちらに帰ってきて、はい、のんびりと田舎暮らしをしようということで。はい いうことでね。ええー、いやあのー、なんか聞くとのんびりしてないというあ,<ー>あのことを、ね、正確なんですはい。<laughs> だからもう、はい、田んぼのマグロと言われてます。あそうない、えー。泊まると死ぬに近いね。<laughs> あそう、ね。だからもう車に乗ってる時間が多くて、はい、ガソリン代がもうとんでもないです。 そほんなか今度は自転車か歩きにしてもらったらそっちの方がねいいかもね経済的にもいいし健康にももう家でとってもねつまんないんで外へ出て野良仕事するか U ターンあいたんの友達をどんどん引き寄せてそこでねグループを作って分きあいあいと。 ググルルーーププもいいいろんなグループがもういっぱ一番いいのが見方にクリエンをねしてる方がおじいちゃんが亡くなられたんで、はい、おばあちゃんが栗、ええ、の面倒を見てくれないかとああそういう話がやっぱりいろいろあっちゃめちゃうろうろしてるとあ,てあるんですありますよねで同じいたん言うたんの8人で、うんはい、今クリエンを120本ぐらい120本いって結構な面積ですね 農薬なしで周りは農薬かけてますけども我々は農薬なしで草刈りから枝カットからしてで皆さんでボランティアでね行ってるんです。で栗の収穫の中でガソリン代を皆さんに分配してあとの栗は。 中島大正堂さんにねある人を投じてそこに収めてるんですああほんならまあねえ仕入れる人も無農薬がいいことでそうですねちょっとだいぶ他校でございちょっとそなことね。でその収益を皆さんにね分配という形ででも最初の8年ほど前はもう牡蠣ができてなかったんでそのイノシシの牡蠣にね相当お金使いましたね 出品がありましたしし書きをねそのためにトタンがいるんであトタンでされたんですかそ周りをね、はい、それを村上社主さんが<ー>姫路城が修復するのに、はい、トタンを使った残りがあると<ー>そのトタンを<ー>軽トラでもらいに行ってはあ その途端をずっっと周りに張ってあらまあそんな姫路城を囲ってた途端にもう量産あるでしょも,あのもう国宝もんですよそれは国宝を包んでたんですからね結構長いこと工事で死ましたもんね,そ,ね、はい、そのね残りがあってどうしようもないと、えー、あまあ向こうも処分先にねん、えー、喜んでね、えー、村上さんが行ってくれるかっとええー、そ,<ー>それを周りで途端囲ってはいはい で若干そこで、ねええ、まあ好きやっとったらそういうお付き合いもあるんで、うん、もらったりしてはいなるほどねそこはまたいろんなところでねあのと、ー、たも喜んでますよねまた次の第二の人生 <laughs> ゆっくり田舎で、えーね、のんびりと空気のいいとこで <laughs> はいね暮らせるわというぐらいね えー、まあでもなかなかそのね生産してねその鳴る時はいいですけどあれもずっと1年間ね準備の方が大変ですな大変ですよねまあだけどあの、はい、U ターン空いたの仲間ですからね、うん、楽しくね、はい、ということで、えー、で午前中だけやろうとはい たまにお弁当持っていって草刈りしようとそこで脱壇しようといたいなことでねみんなもう何のあれもなしに来てくれますね。今あ8人でやってます。はい8人で1ってのはもう一人10本から担当ありますやんかそんだけ剪定しよう思ったらなかなかキャ立立てて上がって降りてねそんなん酔ったらいかんねんけどね。 まあ、良い運動と思えば。ね,ね。ありがたいことだますね。はい、これで。またあれ、その、え、無農薬というとですね。はいはい、虫がつきますがね、あれ、虫大好きじゃないですか。すねはい、どないされるんですか。でもね、結局、栗に関してはね。はい、もう、その。 そこそこは何しててもつくんですよ地元の人に聞いたらだからその分の散布と機械がね相当投資せなきゃいかんからねだからやれるとこはやろうというで収穫してますけども最盛期は4 0 0キロぐらい取れましたで去年はちょっと少なかったですそれもこのカットのね枝カットのねテクニックなんですよ あそんなん言うてですねあれも選定士というかね結構講習会開いたりしてはるみたいなんで栗仲間でも一人ね、はい、選定士で手を挙げてうん去年受けたんですああ<ー>で実地で滑ったんですあ<ー>で、まあ今<年>ああああえ<で>別にその試験をに合格するあああないけどああ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 あ 今年受けたんだけど結果的にはちょっとね十分分かっとったんでねここ減点されてるからで結局滑ったんですだけどねテクニック覚えてますからね彼の指導でねこの2月3月も枝カットしたんです今年は 2L がたくさんできると思ってますあほんならまだちょっとね単価が上がってちょっと楽しみが増えてますね。 ええ、まあその栗のほかにもいろいろとそうですねあとは今そのコロナでね皆さんがなかなか外に出る機会がないんではい、なんとかね家庭でねなんかそういう楽しいね生活をしてもらおうということである女性からねはいえる鳥を飼おうと鶏を飼おうとはいそんなに鶏でもね幸せを呼ぶ鳥青いと卵と うん、南米チリ産のアローカナという鳥を、はい、ですね、はい、静岡から仕入れて、はい、でそのために神戸新聞に多少こう前宣伝してもらったんですんな大で手を挙げられまして 1> <え>で第1回目80話を10人ぐらいで分けましたかね、うんはえー、それがまた横へつながって、うん、で私も私もで今6回目ぐらいかね、うん まだ来るんですこの5月の後半に鳥がねはいそういう感じでそのグループのほでいるんですようなそのあろうからもいろんなところにそうですいって元気に暮らしているも一人とか姫路からはい福知山からええ山田から佐山からええその辺から皆さんがねうんで焼くのからもはいはい 鳥を,<ー>リリを求めて。はあ、またいろいろな、またご縁が。どんどん。ネットワークが。広がりますね。<laughs> はい。えー、ね、いろんなことをね、やられてる、今日はね、あの、大江美智さんのね。お宅へお邪魔しております。大江さんの方からですね。はい。あの、リクエスト曲を。はい。お聞きしておりますので。はい、えー。ご紹介していただいて。 よろしいですか。はい、わかりました。はい、カーペンターズのトップオブザワールド。はい、はい、これをねお願いいたします。すみません。これカーペンターズ好きなんですか。好きですね。やっぱりもう若い時に、もうこれの嫁さんと在で結婚してからもこの音楽よく聞いてました。ああ、これはまだノリが良かったね曲をですね。はい、リクエストいただきありがとうございます。懐かしい曲をありがとうございました。本日は 丹氷上町にお住まいの大江道夫さんのご委託へおお邪魔しておりますえ先ほどですねあの北条の方田んぼをね、はいえー、見せていただきましたがなかなかいろいろとやってらっしゃいますねそうですね、はい、あの基本的にもう農薬なしということが私のポリシーですから、うん、特に I ターン U ターンの方もそのグループなんです。はい それで農薬なしということでまずは神戸大学の安田ぼかし安田先生のいわゆる公園に行きまして安田ぼかしというのは基本的に米ぬかと EM 菌とそれを中心に混ぜてある程度置いといたらそれが発酵しますのでそれを畑に。 お酌にねずっと巻いてそこにもう肥料をさえなして苗を植えてというそういうやり方ですね。はあそれも今も現在もう貝原で会場で何回もついてますメイン毎月木曜日ですから第一木曜日11回かなそういう公演がありますでもどどんん今何回目かやっとられます。 はあ、そこをどんどん受けた生徒の子さんが家に帰って、今度は自分で、それを実践するというやり方ですね。うん、はい。から広がってますね。はあ、そもそも豊川からスタートしたらしいね。ええ<ー>。河野鳥の。なるほど。まあ、玄農薬の関係から。いろいろ工夫されて、そこに至るということです、ね。ことですね。すはい、なるほど。ええー、それから、まあ、いろんな、あの肥料の代わりにも。うん、はい。 いろんなものをもらって、そうですね。あのうそういう無農薬ということで、あのう三男の村上社司さんという大きなそのお寺専門のね、財団をもらるんですけど、あそこに我々の愛した仲間に一人おられまして、その方を通じて言えるお寺を解体するときに貝が出ますね。その貝をね、あのう養鱤に戻したら。 はい、立派なもんいいもんができるということを聞いてましたんで、はい、それも去年の11月でしたか笹山三だかな、はい、に会話をもらいきましてそのまあいやお寺とか神社とかの,の,の実際現地まで行って,行っておしたらまあその服人もえらい助っ人が大勢来たということで喜ばれますやんかそうか <laughs> それはわかりませんけどね <laughs> それを運んでねそれある程度置いといて今度は自分の畑にね植げる芋とかこれからその他の保湿を欲しがるようなねにはこれからどんどん日光が当たりますからそれを遮る意味でねそれを敷いておいたらね保湿になりますからああ日よけの代わりにねなりますよねで最後はまたそれをつけばね肥やしになりますからということでそれとかあとはもう一つは あの近くにヤってあるんですけどね、うん、それを切ってきてねはい、はい、それをまたね瓦で取ってきてあれをまた畑に敷くとか、はい、それも,もちろん保湿関係ですね、えー、なかなかまたねヤ刈りもね大変やないですかいや大変やなことばっかりしっやからまあ無農薬ということは手間暇がかかるんです、ね。 もう何かで一発で効くというねなんとか一発なんそうそうねホームセンターでねお金さえ出せば一発で効くもうそれはいかんのでねもう何回も足を運んで土壌作りということででまあミミズが増えるとかそれから土がふわふわになるとか空気が入りますから土壌が完璧に微生物が増えます。今ってのは 納豆菌です。納豆菌を、納豆を食べた後のね、器がありますね。あれを水に薄めて、菌をばん食するんです。それまた。まくんです。はあ、そうですか。納豆だぶよけ食べなあかんでも、僕嫌いなんです。だから、お友達んはね。殻をもらってね。殻というか。食べな、残りを。食べ残し。ここに付いてますから、菌が。あ、まあ、付いてます。それを。 それとかのお米あると時のね水ねあれもいいんですよえあれ捨てたらあかんのよでも普通流しそれをためといてトマトとなすびにかけてやるんでそれはまだ食べとくも大変大変やけどもその都度ね目の前で畑に巻いてあげる一番人間がね食べにいかんとこを捨てとんそうですね一番栄養のあるとこをね米ぬかといいね 研ぎるといいみんなそういうことですそれを元に戻してあげたらねということでうんなるほどねそれからまたしいたけの金賞もありましねそれもねそういう僕が以前勤めてたとこの出入り業者がおられましてその方が貝原におられましてその方がねこんなんどうかと言われてもう早速もらいますということでこれでもう 毎年このの時期にもう回行ってますねあちょうどねどういうイメージかというとラジオ機きの方四角いブロックですねちょっと大きいですよね結構ね3 0ンチ四角よりももうちょっとね小さいんですけどそれが一年一年ね変えていきますのでそれをねもらいに行って軽トラ10台で行ってみんなで手分けして皆さん自分の畑に。 また戻してるんですんこれもねふわふわになるんだ土が最高ですねそうですねこれなかなか良い肥料ですけどす、ねはい、なかなかその実際にしいたけ栽培されてる方から取るとまた新しいの入れ替えたら、まあ、古いのねどこに捨てようかいうことにもなりますけどねす全てあらーそうだからもう向こうも喜んだと思いますよ、はい、うそうですね えー、それはもかやぶきもそうですよ、はい、みんな産業廃棄物でみんな処分するんですうんそれをね我々がね、はい、リサイクルしてあげてる、ね、<laughs> そうですねまあその燃やすにもね大変やし、ねまあ、土に変えれば、ね、そうですまた美味しいものが取れるということでねこれはうことばっかりなんですけども <laughs> けど <laughs> ただ手間がかかると。そうそう手間 こういうことですね。手間暇がちゃかかります。またそれが楽しいんですよ。で作った野菜をまたその僕は鉄金属でしたから送るんですよ。北海道や東京、鹿児島九州に。そっからまたね。はい。とんでもないものお返しが来る。ああこれまた良いこれね。いいですね。ね美味しい言われたらね。枝豆なんてね。はい。 これはもう、ほんと喜ぶんですよね。いや、それはもう作ってる。そうですよね。あの、びっくりしますよね。そうです。えで、向こうからね、メロンやらね。は、あそれまたメロンがな、ならそう思ったら大変じゃないですか。それ、これで、九州から明太子とかね。ああ。北海道からね、なんとかってね、そういうのどんどん。お返しが来る。はい、はい。それが楽しみです。うん。まあ、でもね、地元で、ね、この田ん波でとれた野菜がね。 えー、海の幸、闇の幸、山の幸ですね、いろいろと、ね、変わってという、ううありがたいことでございますね、はい、幸せです。これもやっぱり、いろんな、ね、お友達やネットワークの、ねうん、おかげだと思いますが、またそれからね、労力がだいぶかかってますからね、そうです、これはねです、うん、なかなかそれはあの、ね、お金には変えられないものですけどね。 まあ、そういった意味では、あの、地元のこのね、丹波へ帰って来られてから。まあ、すごい、その人脈が。広がってますよね。また、あの、ね、私、紹介してもらう時はね。はい。大江道夫さんのとこへ行たいと思います。ありがとうございます。はい。えー、本日は、丹波市日上町にお住まいの。 え、道夫さんにね。お話を伺いました。今日は忙しいところ、どうもありがとうございました。はい、どうありがとうございました。